皆様こんにちは。フルートトークのお時間です。前回に引き続きもうちょっとマルセル・モイズのお話をしたいんですけど、まあ、これ結構個人的な、話なんですけども、マルセル・モイズに私、2度レッスンに、ついたというお話しましたけども、これ公開レッスンだったので、レッスンそのものはですね、はっきり言ってあんまりよく覚えてないんですね、何言われたか。でともかくスイスのボスビルというちっちゃな町でですね、このフルーティストたちが集まってこう、講習会、教会でやるわけですけども、モイズはいつもこうパイプをくわえてですね、で、傍らにウイスキー、スコッチウイスキーを置いてですね、安物のウイスキーですけど、バット69ってやつですね、あれをコップになみなみとついで飲みながらレッスンするんですけども、ともかく印象としては、人のレッスンを聞いた印象としては結構意地悪なおじいさんだなという印象が、強かったですね。よく若い女の子なんかは泣かされてましたけれども、ともかく強烈な性格の方でしてですね、自己主張の強さ、音楽の自己主張の強さを見てもお分かりのようにですね、あの時代を生き抜いた人だなという感じは非常に強くしました。で、ある時私はアンドレ・ジョネ先生のところにレッスンに、チューリヒの、でレッスンに行ったんですけど、その時にですね、ジョネ先生がちょっと今日お客さんが来てるからレッスンちょっと早くあげたいんだと、で分かりましたということで、レッスン、終わってですね、あなたもよく知ってる人だからちょっとご挨拶してとか言って隣の部屋に行ったら、なんとマルセル・モイズがいたんですね。お客さんっていうのはマルセル・モイズのことだったんですね。それで一緒にお茶飲みながらですね、いろんなことを喋ってたんですけれども、アンドレ・ジョネ先生にとってはマルセル・モイズっていうのはコンセルバトワールの時代の恩師だったわけですね。で、時々チューリヒのジョネ先生のところに遊びに来てたみたいなんですけれども、たまたま出くわしてですね、私のレッスンを聞かれてしまったということでですね、そんな思い出もあります。で、前回も言いましたけども、彼はそのパリを離れる時にですね、その南米に行ったんですかね、最初に。でその時にフランス、パリのフルーティストたちが壮行会を開いてくれたと。でそうそうたる面々がこうテーブルにモイズを中心にですね集まって壮行会をした時に、モイズがなんと感謝の気持ちを伝えるのではなくですね、一人一人に悪口っていうか、お前はあの時こう言ったとかね、その非常に攻撃的なことを一人一人に言ったらしいんだよね。それで非常に評判が悪くなってですね、もうパリのフルーティストたちはマルセル・モイズって言ったら、といまだにそういう感じなんですよね。ですから海外ではイギリスとか日本ではマルセル・モイズっていうのはすごい神様扱いですけど、もうフランスではもう最悪みたいな評価なんですね。そういうのがありましてですね、でもその強力さが
彼の音楽の特徴であり魅力であるということが言えるかと思います。マルセル・モイーズの第2弾、今日はこれぐらいで